はい、どうもお疲れ様です。3月16日朝6時の相場解説になります。まず、日足をご覧いただきますけども、ぐーっと上がってきた上昇トレンドが、一旦収まって下落の方向に向かったかなと。この下落の方向に向かったきっかけっていうのは、言うまでもなく、米国雇用調整と、それに連なる FRB の発表によります。利上げを検討するってところですね。で、プラスして、その値動きに応じてですね、例の、銀行の破綻が2個相次ぎましたよね。結構この三重苦によってこの下落ってのが確定づけられたかなと思います。で、迷いの陰線がここに2つ出てます。もう説明はしませんけども、上髭下髭の問題ですよね。で、迷いは未だに続いてるわけですけども、こうやって見るとね、やっぱり横ばいになってきてるなと。実態は少なくとも横ばいですからね。で、そう考えると、結局このレンジオプションっていうのが色濃く出てくるなっていうところがあります。で、4時間の方を見ていきますけども、4時間でも現状認識としては、この赤いプライスがありますよね。随分前、半年ぐらい前に引いた、もう1年になるかな。前に引いた線なんですけども、これが未だに使えてですね。じゃあ、この赤い価格帯の2つをこういうふうに囲むと、ほとんどがこの中に収まってるでしょ。こういった値動きが。で、あとはちょっと飛び出してるのがあったり、ヒゲだったりとかするところがあるぐらいなんですよ。つまりこのレンジオプションは、言うまでもなく前々から申し上げてますけども、すごく大きな指標になるなと。このレンジオプションに従っていけば、いわゆる損傷利大が賄えるかなというところですよね。はい、それをずいぶん前からね解説してるところなんですけども、今日1時間を超えて見るときに、当然今日もレンジ内オプションで勝負するんですよ。レンジオプションで組んでいきます。この間で、なんですかね。この辺りに来たらセルをかけて、この辺りに来たらバイをかけるってことをすれば、とりあえずは間違いないかなと思います。で、今度、ブレイクアウトの判断なんですけども、ちょっとだけ、ここね、伸びましたね。ここから比べて。ですので、ブレイクアウトの判断をするに、ここを抜け出したときに、一旦ね、そこで、もう早めに決済をしてしまって、あとはこの髭先を超えるかどうかで、次の判断をすればいいかなと思います。そして髭先の方向に向かわずに下に行った場合は、改めてレンジオプションを組むみたいな感じですよね。こっちも同じです。上下が、反射してるだけで。はい、今日はそんな戦略でいきましょうか。はい、それじゃあまたお疲れ様です。また追加しますんでね、頑張ってください。